すいません、関西大学行ってみたいと思います。今日の全体像はこちら。まずはカッコ1番段落正常で、これだけだとすぐ終わってしまいますので、カッコ2番空小銃、それを3問行ってみたいと思います。ということで頑張っていきましょう。すいません、説問の指示でございます。一読だけお願いします。サミさん、この A が一番最初に来ますからね。で、その後に B が来るのか、C が来るのか。皆さん、C はちょっと全体像見えてませんが、第1文目で判定できますので、検討をお願いします。サミさん、段落 A の一番最後の文章、however いますよね。しかしながらということで、対比。サミさん、この対比の語句を含んでいる文章中は筆者の主張でございますので、この段落 A の中でもこの最終文がヒントになってるかと思います。で、皆さん、まず B につながるかどうかですが、最大のヒントは第1文目の主語、ぜいですよね。そうです、複数形になっております。ですから A の後に B がつながるんであれば、この複数形のぜいが指しているものですね。それがこの however を含んでる文章中にあるはずです。ですが、皆さん、パッと皆さんもどこを見ても単数形ですよね。ですから複数形を示す表現がないので AB とはつながらないですね。じゃあ皆さん、 A の後 C につながるのか。もちろんこれも第1文目の文頭 These って書いてますよね。そうです、複数形です。ですから A の後に C をつなげたければ These、 この複数の These を指す語句がこの However を含んでる文章中、まあ書いてあるといいんですが、実際には書いていないですね。ですから A の後に C は続かないということで、次は段落 D ですね。そちらをご覧いただきたいと思います。さあ皆さん、段落 D でございます。それが皆さん、A の後に続くかどうか、検討をお願いします。さあ皆さん、これはつながりそうですよね。皆さん見ての通り、水の話がありますよね。で、それが段落 D の一番最初、Oceans、水つながりですね。ですから皆さん、この下線部を引っ張ったところですよね。それぞれ言い換えられております。ですから段落 A の後は段落 D、 これでよろしいかと思います。では皆さん、続いて段落 D の後に E が続くのか、もしくは一文しか見えてませんが段落 F、 ここにつながるのか、検討をお願いします。さあ皆さん、段落 D の一番最後には砂漠の話がありますよね。で、それが段落 E につながるかというと、砂漠の話はないですよね。じゃあ皆さん、段落 F につながるかということですが、これ皆さん、先頭砂漠の話をしておりますので、いけるかなと思うんですが、皆さん、こちらにデザーツ。で、ここにもデザーツ。皆さん、おかしいところがありますよね。そうです、最初はこれでいいんですけども、2回目の時はですね、このまま使うとまずいですよね。そうです、ここの2回目のデザーツが善意だったら話はわかりますが、そうです、代名詞ですね。で、その代名詞を使えばいいところを使っていないわけですから、段落 F もつながらなさそうですね。ということですので、別の段落をお見せいたしますね。さあ皆さん、段落 D の後に B が続くのか、もしくは最初しか見えてませんが段落 C に続くのか、検討をお願いします。さあ皆さん、段落 B の出だし、ぜいって書いてますよね。複数形でございます。ですから皆さん、デザーツいけそうですね。ただ皆さん、単数複数はいいんですが、意味内容上砂漠の話があるかっていうと、皆さん、このあたり木の話をしてますよね。皆さん、一方段落 C の出だしが These になってますよね。複数形で、意味内容上どうですかと言われたら、皆さん、ここでわかりますよね。皆さん、この波線打ちましたが、雨の量が少ない話が書いてますよね。まさに砂漠の特徴そのまんまですよね。ですから段落 D の後は C ということでよろしいかと思います。さあ皆さん、段落 C の後に残った B が続くのか、もしくは E が続くのか、もしくはこの F の段落に続くのか。残ってる段落は3つですからね。で、まずは B が続くのか E が続くのか、検討をお願いします。皆さん、段落 C、 このあたりですね、砂漠の動物で、それが最終文でもつながっております。ですから内容上は砂漠のことですよね。
デミさん、段落 B ですが、砂漠の話ではなかったですね。そして段落 E もやはり違いますね。ということで残った段落の F、まあ、これがつながりそうな可能性がございますが、念のため検討をお願いします。デミさん、読んでいただいてすぐわかりますよね。砂漠の話バッチリでございます。ですが段落 C の後は F ということでよろしいかと思います。さあ、まもなく終了でございます。こちら段落 F の後に B が続くのか E が続くのか検討をお願いします。皆さん、これは段落 B の出だしの全員がヒントですよね。先ほどもコメントしましたが、複数形、それがその直前にあるはずでございます。で、そうすると段落 F の一番最後、ここですよね。しっかり複数形で書かれております。ですから段落 F の後は B となってくると、一番最後は E、 これでバッチリです。さあ皆さん、続いての問題でございます。まずは設問の指示ですね。そして第一段落前半でございます。で、皆さん、このあたり設問には全く関係ないので一読だけお願いします。さあ皆さん、第一段落後半でございます。で、まずは空章1番ですね。選択肢こちらでございます。そこに入る選択肢、一つだけ正しいものを選んでいただけますでしょうか。すみません、これは空所の前後で熟語の知識を聞いてるだけですよね。 Shed ウニャウニャオン、もちろん正解はライトですよね。 Shed light on、 ウニャウニャに光を注ぐ、光を当てるという意味でしたね。ですからここは熟語の問題ということで D が正解でよろしいかと思います。さあ皆さん、第2段落全体像でございます。皆さん、念のため一読をお願いします。さあ皆さん、空章2番からいってみたいと思います。選択肢はこちらでございますので検討をお願いします。さあ皆さん、読んでいただいてわかるかと思いますが、近いという状態はうんたらかんたらすることが極めて難しいと書いてますね。デミさん、その近いお話が次の文章中にも書いておりますので、おそらくこの辺りをヒントにして考えましたよね。で、I wish で書かれておりますので、仮定法、もう少し近いような状態であればなぁと書いてますね。で、もちろん仮定法ですから、現実にその近さですね、成し得ない、近くにいることができないんですね。だからこそこういう願望を持ってるんでしょうね。で、選択肢の A をすっ飛ばして、まずは B から。 Finish、 この近い状態は終えることが極めて難しい。皆さん、このあたりに始まりも終わりも書いていませんよね。で、選択肢の3番 Forget、 まあここに入れてみるとですね、近い状態を忘れるのは極めて難しい。もちろんそういう記憶の話はこのあたりには一つも書いていないですね。で、選択肢の Dオープンということですから、開かれている。ですが、近い状態は開かれることが極めて難しい。じゃあ、開かれていないのか。というと、友達である以上、開かれてはいますよね。となってくると、選択肢の A の Achieve、達成する。ですから、近い状態を達成するのは極めて難しいですよ。だからこそ、もう少し近くに入れればなぁ。そういう願望を持ってるのはなかなか近くにいることが難しいからですね。ですから成し遂げるのが極めて難しい。こちらの仮定法の内容とも合致いたしますので、正解は A ということでよろしいかと思います。さあ皆さん、続いて空所3番でございます。選択肢はこれでございますので検討をお願いします。皆さん、これはおそらく文法問題ですよね。空所の左側 help 動詞で、空所の右側 be という動詞、そうです、動詞と動詞があるわけですから、それをつなぐ接続詞を空所3番に入れなければいけないですよね。で、選択肢眺めていただきますと、接続詞ないし関係詞は一つだけですから、正解は B ということでよろしいかと思います。鶴見さん、お疲れ様でございました。先ほどの段落正常ですね。これは皆さん、次につながるようにまとめていきたいと思います。さあ皆さん、思い出していただきたいのは、まずは段落 A、 それは段落 D につなげたのはここの関係性を見ましたよね。そうです、水、つまり海つながりですよね。もちろん水図もそうでした。
ですから結局何をしてるんですかということですが、記号で書くとこれですよね。上にもまとめますね。そうです、言い換え可能なものを探してるんですよね。ですからこの段落 D の後に段落 C、 これをつなげたのはこの deserts、 複数形になってるの these、 これにつなげましたよね。というさ、内容的にも砂漠のことを言ってましたね。そして段落 C を段落 F につなげたのもこの desert animals、 ここと deserts が言い換え可能、そういうふうに判断したはずでございます。そして段落 F を段落 B、 それにつなげる際もこの緑のところ、主語が複数形になってるな、そこが善意につながる、つまり言い換え可能、そういうステップを踏んで正解にたどり着きました。ですから関西大学の段落正常問題、もちろんどこの年度もこういう感じですからね。でもさ、それは段落正常問題だけでなく、空所重問題や下線部説明などなど、あらゆる問題がこういう感じですからね。全ては言い換え可能、これを探し出すことに専念していただけると OK です。ということで、スクリーンショットする方はどうぞ。デビさん、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。